はい、こんにちは、レトスのもです。今回なんですけれども、効率的な復習の仕方について、お話しさせていただきます。まあ、今回お話しする内容は、もう一つに絞ってお伝えしようと思います。まあ、いろんな、視点、着眼点があるんですね。着眼点があるんですけれども、今回は復習の回数だったりとか、復習の速度に絞った解説にさせていただきます。まず、復習っていうのは何のためにするのか、これを確認しておきます。復習っていうのは、ポイントを頭に定着させること。これが目的ですよね。重要なポイントがあります。それを試験日まで頭の中に留めておかなきゃいけない。定着させておかなきゃいけない。これが一つの目的になってくるわけですよね。じゃあ、そのためにどんなやり方をするのが効率的なのかっていうところが今回のお話の内容になります。重要なことで言うと、もうスピード重視で反復する。スピード重視で反復する。これです。つまり、もう回数をこなす。これがすごく重要なんですね。で、これっていうのは、もう私だけじゃなくて、まあ、いろんな方に言ってます。実際いろいろ調べていただくとわかると思うんですけども、東大卒でニューヨーク州の弁護士の資格も持っている。最近よくメディアで出てくる山口真由さん。その方が本も出してるんですけども、7回読み勉強法とか。また、東大卒、ハーバード大学卒の本山勝弘さん。この方も同じようなことを言っております。つまりこういった、有名な大学を卒業されている方も同じように、このスピード重視で反復するという方法をやってるんですね。で、私自身も同じようにこのやり方をして、宅建試験も1回で合格しましたし、行政書試験も1回で合格しました。なので、このやり方すごくいいと思います。で、このやり方ってどういったものかっていうのをちょっと具体例を2つ出します。下のやり方がスピード重視で反復するやり方ですね。一方で、この上の方がじっくり勉強する方法で、まあこれからお伝えするやり方とは違う方法ってことですね。まあ私自身これ非効率だなって思う方法です。まず非効率な方法、どんな方法かというと、例えば1日5問じっくり復習すると仮定します。1日5問。じっくり復習するんですね。そうすると、1週間でこれ35問やるんですよ。1日目5問やります。で、2日目は6問から10問の5問やります。3日目は11問から15問までの5問やります。みたいな感じで1週間続けるんですね。そうすると、1週間で35問復習できますね。すべて各問題1回復習して、それぞれじっくり復習しています。で、このやり方、正直ほとんど頭に入っていません。1週間後35問やってるんですけども、ポイントはほとんど頭に入っていないんですよ。一方で、1日35問、もうささっと復習する。毎日35問をさささっと復習するんです。これを1週間続けるんですね。だから1日目、問1から問35、すべて復習。まあ、ささっと復習。2日目、問1から問35、すべてささっと復習する。みたいな感じで復習していきます。そうすると、1週間後、7回復習したことになるんですよ。それぞれ、各1問ずつで言うと、7回復習してますよね、毎日。ただ、上のようにじっくり復習してません。もうささっと復習している感じなんですよ。そうなった時に、どっちが頭に残っているかっていうと、こっちの下の方、つまりスピード重視で、反復回数をこなした方、7回復習した方のが頭に残ってるんですね。つまり、こっちのやり方の方が効率的だっていう話なんですよ。で、まあ、実際ですね、その7回の復習っていうのを、まあ、同じようにやるわけではないんですね。まあ、厳密に言ったら、やはりちょっとずつやり方を変えていきます。はじめはもう薄い知識です。もうとりあえずささっとやる。もう2回目もさーみたいな感じですかね。で、徐々に徐々に理解を深めていくっていうやり方をするといいです。で、35のポイントがあった時に、すんなり頭に入るものもあれば、全然頭に入らないものってやっぱ出てくるんですよ。でも、すんなり頭に入るものっていうのは、おそらくもう3日目、4日目ぐらいに来た時に、もう大体覚えてるんですね。で、もう5日目、6日目、7日目って別に復習しなかったとしても、意外と残ってるものってちょろちょろあるんですよ。で、そういったもの、つまりもう覚えちゃったよといったものは、もう覗いていって大丈夫です。そういった覗いていったものっていうのは、もう覗いていきます。まあ、復習から外していくって感じですね。で、例えば、4日目あたりで、まあ、10問ぐらいもう覚えてるから外したっていうと、もう残り25問ですよね。で、残り25問については、まあ、ちょっと理解をするものも入れていくといいと思います。はじめはどの問題を理解しなければいけないのか、どの問題丸暗記でいいのか、わからないと思うんで、
まあ、初めはそれやらなくてもいいかなと思うんですけども、ある程度問題数をこなしていったら、あ、これ理解しておかないと、これ、類題解けないなとか、分かってくるんですよ。たくさん問題解いていくと。そうすると、あ、これ理解が必要だなと思った分には、それについてはちょっと、理解をした方がいいから、ちょっと時間をかけた方がいいです。一方で、もう単に覚えるだけでいいものについては、もうあんまり時間かけなくていいんですね。もうささっと覚え直し、例えば数字とか、そういったものについてはもう覚えるだけなので、そんなに時間かけなくていいんですよ。あまりこういった理解というのは必要ないので、もうどんどんやっていく。もうこなしていく。復習回数を増やすだけでいいです。時間かけずに、もう淡々とスピード重視で、やっていくといった感じですね。で、理解が必要な部分については、ちょっと時間をかけていく。というやり方がいいと思います。なんで、もし現状を一問一問じっくり考えながら勉強しているっていうのであれば、そのやり方は一旦やめてですね、スピード重視の復習の仕方の方に変えてみるのも一ついいんじゃないのかなと思います。まあ、実際あなたが勉強していて、この上のやり方、じっくり復習するやり方で成果が出てるんだというのであれば、それは別に変える必要はないんですけども、ちょっと自分自身成果出てないんじゃないのかなって思うのであれば、こっちの下のやり方ですね、スピード重視で反復する、このやり方、ぜひ試していただければと思います。そして弊社は個別指導を行っております。短期間で一発で合格したい。次の試験で絶対合格したいっていう方は、ぜひ個別指導をご検討ください。で、個別指導については、丸暗記でいいものについては、解説は少ないです。一方で、理解すべきところっていうのは、非常に解説を多くしてるんですね。メリハリをつけてます。なので、弊社の個別指導の過去問集を使っていけば、理解すべき内容もあまり調べなくても全然、弊社の解説だけで理解学習が十分できます。そして、わからないことあったらいつでもご質問いただけますので、その点もご安心ください。もしあなたが次の試験絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みください。次の試験の合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。